結婚しました。なんか皆さんのおかげでトレンドインしたらしいですね。こんなになんか祝っていただけると思ってなかったので、正直めちゃくちゃビビりましたけど。なんえっと思って、人間の温かさっていうものを感じますよね。インサイドさんでニュース記事になってたのめっちゃ笑いましたけど、あんまり詳細に言うと殺すぞって言われてるので、あんまり言えないんですけど、言っていい情報としては、すごく美人の奥さんで、料理がうまくて、あとなんだっけ、そう、漫画家さんです。はい。今殺すぞとか言ってないぞって言われたんで、殺すとは言ってないそうです。はい。後ろにはいないよ。LINE で来ました。あんまり奥さんのことをね、詳しく話すと、頭のコーヒーカップの中に入ってるコーヒーを紅茶に入れ替えられるので、はい。そうすると私死ぬので、奥さんの顔を絵で描くのは許可されているので、なんかさらっと描きますか。漫画家ってことは、ライフ先生かな。とうとうローライフ先生かもしれん。バビ肉したからな、ライフ先生も。まず美白なんですよね。まるで陶器のような白、だいぶ近い姿を描いていると思った方がいいかもしれない。スカーフ的な感じに。本人からもなんかスカーフがいいという要望が来ましたね。ね、美人でしょ、というような冗談で、ちゃんと描くとこんな感じの奥さん、こういう感じの人の横に頭がコーヒーカップの人が歩いてたら、それは俺です。生放送でコラボすることはないかな。本人がね、喋りたくない言うてますね。一緒に住んでるんで、声とかうっすら配信に乗る可能性とかもあるけど、まあんまりそこら辺は期待しないでいただければ。ヤフーニュース。私今ヤフーニュースになってるんです。ヤフーニュースってどういうこと？ヤフーニュースは怖いよ、普通に。奥さんが今 LINE でヤフーニュースの記事を俺に渡してきましたね。怖いですね、これはね。ヤフーニュースに載ってんの？トップ画面がフレアちゃんなんだよね。なんでフレアちゃんやねん。どうして？これなんで？すごい。フレアちゃんの影響で有名になってる。ありがとうございます。結婚しました雑談は緊張するから。まあ、30分ぐらいでやめようかな。30分経ってたわ。はい。というわけで、本日私が出せる情報は、まあ、こんなもんなので、